藤原ランドです。さあ、ちょっと声小さめ。今日はちょっと声小さめですが、いつも通りベビちゃんがお昼寝中でございます。はい、で、今日はその間に何をするかと言いますと、うん、無印良品で気になるものを爆買いしてまいりました。で、この中からちょっと今日はランチも食べたいなと思っておりますが、やっぱり何見ても結局食べ物買っちゃうよね。そう、その前に商品紹介。はい、チャンネル登録よろしくね。これお姉ちゃんが買ったやつ、はい、ノート。そう、はい、なんか落書きするらしいです。まあ普通に線が入ってるだけの、うん、大人も使うようなノート、はい、リングノート、うん、はい。もったいないわ、そんな立派なやつに落書きするの。そう、うん、はい、そしてこちら、うん、蓋をしたままレンジで使えるフードコンテナ、はい、なんかいつもチンするときにいちいち蓋ちょっと開けてやってるから、うん、蓋閉じたままできるのいいやと思って、うん、あとなんだかんだで結局なんかこういうタッパーってすぐ色がついちゃったりとか汚れたりとかするから、なんか最近気になってたからちょっと買ってみました、うん、安いしすごい安くない？199円、100均より安いじゃんと思って。3つ入ってんだよ、だって。はいはい、そしてこちらフェイスタオル、うん、これお手洗いにかけるタオルがちょっと古くなってきたので、はい、はい、グリーンを買いました。グリーンを買いました。こちらがそれすごい気になった、お掃除グッズ。そう、隙間掃除シリーズのブラシってやつ、うん、と、うん、隙間掃除シリーズのヘラっていうやつ、うん、どこを掃除しようかと思ったっていうとね、うん、お風呂のドアの下のところの、うん、なんかパッキンみたいなところ、はい、結構水垢とかがついてて、うん、時々やるんだけど、あのやっぱこびりついてて、結構あのお風呂に置いてあるブラシじゃブラシが負けるぐらい、はい、結構こびりついてるから、このヘラでコスコスしたら取れるんじゃないかと思って買ってみました。カバの歯磨くんですかってぐらい硬いから。カバの歯のブラシは触ったことないから分かんないけどでも硬い、相当硬いじゃん。ビーバーの歯磨くんですかぐらい硬いから、うん、人間でやったら歯茎なくなるね。なくなる、もう大量出血だよね、うん、相当硬いから、これでコスコスしても結構いけんじゃないかと思って。ジムキャリーマスクみたいな歯になっちゃうと思う、歯茎なくなってそう、もうこれはすごい硬いからいけるかなと思って、はい、で、こっから食べ物、うん、チョコマシュマロ。もうお姉ちゃんですよ、はい、もう買ったのはこの辺みんなお姉ちゃん。小魚アーモンドそう、お姉ちゃん。粒グミ、それもお姉ちゃん。きなこ玉、うん、ママももらおう、はい、これはこのちっちゃい小袋のは3つで300円だから、はい。で、こちらがヨメランドさん気になってたお茶。そう、水出しフレーバーティー、うん、アップル&ルイボス、うん、なんか美味しそうと思って、はい、水出しなんだね。水出しなの、うん、だからコップに、まあ当然お姉ちゃんは飲まないと思うので、子供たちは飲まないと思うので、ノンカフェインだから別に子供も飲んでも大丈夫なはずなんですけど、うん、1袋で 500ml 作れるんだ。じゃあペットボトル、うん、小さいペットボトル1本分だ。あ、ペットボトルで作るかな、はい。でショートパスタ、これお姉ちゃん好きなんで、ペンネリガータ、リガーテ、うん、はい、の2つ、うん、パパいない時用と思ったんだけど。で、ソース、ボロネーゼを2つ、うん、そう、ポモドーロ、ポモドーロを2つ、ポモドーロ、うん、何が違う？え、ボロネーゼは肉が入ってるけど、ポモドーロは入ってない、ニンニクやチーズのコクとバジル、なるほど。このボロネーゼはひき肉です。そしてジェノベーゼ、うん、はい。お姉ちゃんと2人でと思ったんだけど、うん、ごめんね、パパのこと無視して。トマトの煮込みハンバーグもうパパいない時を、はい、全部2 パパいない時をと思ったのに食べんの？これから。いや、そりゃ買ったんだから、味の報告してよってなりますよね。パパいない時をと思ったのに。でも
金曜日とかいないからパパ。いるじゃん。金曜日か今いるんだから。ね、しょうがないな。はい。これをランチとして食べていきたいと思います。はい。じゃあどれ食べますか。多分お姉ちゃんこれが好きなんだよ。ポモドーロ。はい、あ、ジェノベーゼも好きだけど。うん。うん、パパジェノベーゼにしようかな。うん。いいよ。嫁ランドさんは。じゃあ私。うーん、ボロネーゼは言っても大体分かるもんね。まあね、じゃあポモドーロにしよう。うん、ポモドーロ、うん、はい、そしたら別にお姉ちゃんどれでも選べるし、はい、ハンバーグも食べますか1個食べようか、うん、トマトの煮込みハンバーグ、うん、はい、そんな感じでランチしたいと思います、はい、登録してくれよ、うん、うわパパ結構ある、起きちゃいました。食べるよパパです。いやいや、今からパパとママランチしようとして起きちゃったな。起きちゃった、暑すぎる、うん、めっちゃええ香りしてきた。暑すぎる、指が。このトマトの香りはハンバーグなのか、ママの野郎どもみたいなやつ。ポモドーロ、ポモドーロ、何やろうどもみたいな名前。はい、ということでこちらがジェノベーゼソース、うん、ハンバーグ、うん、食べたくなっちゃう、ポモドーロでございます。食べたくなっちゃう、あらららら、はい、どうしようか、あらららららら、あらららら、ら、食べたくなっちゃう、まずこれこれじゃなくちゃう、ちょっと食べれるパンみたいなのは、うーん、パンた最近食べないから買ってないの。いただきます。はい、うんうん、しょうがない、おせんべい食べとくか。おいしい、おいしい、うん、でも、うん、結構、うん、バジルの香りはあるけど、うん、塩味が強いかな。おー、じゃあポモドーロいただきます。美味しいけど。美味しい、うん、うん、ポモドーロめっちゃ美味しいよ、うん、美味しい、美味しい、お店だ。あ、美味しい、うん、お姉ちゃん絶対好きだこれ。ポモドーロの方が美味しいと思う。あ、そう、バジルなんだけど、うん、うん、だからなんかね、まったり感が足りないんじゃない。ああ、でもさ、私たちが好きなあの瓶のやつあるじゃない。はいはいはい、あれもっとまったりもったりしてるでしょ、うんうん、もっとバジルの、うん、生のバジル感というか、うん、シャバッとしてんだわ、うん、なんかちょっとトマトーロめっちゃ美味しい。これは粉チーですね、うん、じゃがいも美味しい、意外と、うんうんね、うん、あの食感がしっかりしてる、じゃがいも、トマトハンバーグ、うん、ペンネ美味しいわ、うまうん、めちゃくちゃうまい、うんうん、ポモドーロとはまた違うトマト感で、うん、酸味すっごい消えてる、トマトのコク、これ結構酸味あるもんね、うん、すっごいしっかりした旨味肉と、ほんとだ、おいしい、これおいしい、おいしい、こちらはご飯ですね、うん、バケットも合いますね、うんうん、うん、もうソースたっぷりでいきたい、ほんとだね、うん、このペンネのさ、パスタ自体がすごいおいしいね、うん、だって茹で時間10分、かなり時間かかった。最近パスタも早茹でとか買っちゃうからね、やたら時間かかる、普通だけど20分で、うん、おいしい、うん、あ、これはお姉ちゃん好きだ、作ってあげよう、茹でるだけだけど、確かにサラサラしすぎる、うん、サラサラしすぎなんだと思う、うん、でいわゆるちょっとパンチにかけるというかね、うん、うん、オイルベースのパスタにちょっとバジル入ってますみたいな、うん、うん、
お姉ちゃんかな。うん、帰ってきた、かわいい、うん、おかえり。どうしたの？セミの抜け殻。つけてきたの？え？手に持ってる。あ、手に持ってんの？どこで拾ってきたの？拾ったんじゃなくて友達がくれた。なんなん、小学生やな。ドアの隙間からセミの抜け殻。やだん。熱い？熱いしてる。ペンネ食べる？え？好きでしょ？マカロニパスタ。あ、食べる。久しぶりにランドセル背負ったら重たいと思うわ、うんうん、今日から小学校2学期が始まって、うん、終業式、うん、今日お勉強あった？あった、うん、え、教科書は？教科書持ってってないじゃん、大丈夫だった？全然。あ、ほんと？教科書使わない。うん、だって書いてなかったからさ、道の上に。あと絵忘れた。そうだよ、だってどこに入ってるか分かんなかったんだもん。明日持ってきなよ。明日じゃダメ？いい、どこにしまったの？ママ分かんなかった。テーブルの抜け殻。やだ。テーブルの上置かないでよ、汚い、うん、どこに落っこってたかもわかんないのに、こ汚いな、もう。なんだろう、面白いね。秋葉原と一緒だな。セミの抜け殻コレクション。秋葉原も好きな、うん、いっぱいね、玄関に置いてある。みんなが気持ち悪いって言ってんだよ、子供の時じゃなくて、うん、バーバになったか。え、隠してるんだよ、みんなが気持ち悪いって言うから。玄関に置いてあるよね。玄関にあのなんか人形があって、人形の裏に隠してる、うん、いっぱいあるよ。なん、うん、なんかね、芸術的だなって思うんだって。はぁ、虫は嫌なんだよ、虫嫌いなんだけど、うん、抜け殻はなんかすごい芸術的だなって思うんだって。うん、ママ、くっつけてあげた。嫌ないよ。え、別にめ超嫌だってことじゃないよ。なんか、こひたんめパパは？なに？後であげるからごめん。いや、ずるだ。まあでも確かに芸術的だよね。まあ人が作り出せるものじゃない。そうそうそう、足とかもさ、うん、ちゃんとなってるじゃん。ママ、めっちゃあるよ。10個ぐらいあった。いや、もう1個いいじゃんみたいな。でもなんかよく見ると違うんだよ。はい、ということで今から騒がしくなりますので、今回はこの辺でお別れしたいと思います。はい、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイして、子供にご飯作んなきゃ。